カール・テオドール・マリア・ニコラウス・ヨーハニ・アーコップ・フィリップ、フランツ・ヨーゼフ・ジルベスター・ブール・フライ・ホン・ウント・ツー、グッテンベルクはドイツの政治家。所属政党はキリスト教社会同盟。2009年2月より第一次、メルケル内閣で経済・科学技術賞を同年10月より国防賞を務めたが、博士論文投用が明るみに出て2011年3月に辞任した。 バイエルン・シューミュン編生まれ、生の一部のフライヘアが示すように、フランケン地方の貴族の家系の出身である。祖父カール・テオドールは1967年から69年まで、クルト・ゲオルク・キー・ジンガー内閣の首相不正無次官を務めた政治家、父への不ホは、指揮者である。母も伯爵家の出身だが、1977年に、父と離婚、1985年に、 ヨアヒム・フォン・ディッペントロップの息子と再婚した。1991年にアビトゥーアに合格後、兵役に従事、予備役歌手官となる。大学で法学と政治学を学び、司法試験に合格。2007年に憲法に関する論文で法学博士号を取得。その一方1994年から一族の経営する会社に参画し、経営責任者となった。 また1996年から2002年まで病院の監査役を務める。2000年にビスマルク・シェーンハウゼン伯爵家の娘と結婚し事情を設けている。グッテンベルクはバイエルン州のユンゲウニオンに参加、2008年まで同団体の地区代表を務める。2002年からクルムバッハ軍議会議員を務め、またドイツ連邦議会選挙に初当選した2002年から クルムバッハ地区の CS 代表団入り。2007年12月、周囲の予測に反して、CS、オーバーフランケン地区の代表に選出され、CS 執行部入り。CS 外交委員会委員長。セディ、CS 議員団軍縮政策担当スポークスマン。ドイツ・イギリス友好議員連盟代表。バイエルン州議会選挙後の2008年11月から、CS 事務局長。 連邦経済省、ミハエル・グロースが突然意を表明した2009年2月、その公認として第1次、メルケル内閣に入閣した。37歳での経済省就任は、ドイツ連邦共和国史上最年少である。オペル社救済問題では、親会社である、ゼネラルモーターズのあるアメリカ合衆国を訪問して、交渉に当たり、注目を集めた。第2次、 メルケル内閣が成立した同年10月に辞職した前任者を引き継いで国防省に転じた。これもドイツ連邦共和国史上最年少での国防省就任となる。2009年9月27日に投開票された2009年ドイツ連邦議会選挙では68%もの票を集めてトップ当選。これは全議員の中でも最高水準であり、南ドイツ新聞は 得票をとの見出しをつけた。公共放送局の ZDF が2009年10月末に実施した世論調査では、メルケル首相やペール・シュタインブリュック元財務相を抑え、最も評価が高い政治家に選ばれる。メルケルの有力後継候補とも見られたが、2011年に、なって2007年に、バイロイド大学に提出した博士論文に、既存の論文などからの登用疑惑が持ち上がり、 国防省辞任を求める声が野党から上がった。バイロイト大学より博士号を剥奪され、3月1日には混乱の責任を取り辞表を提出した。同時にドイツ連邦議会議員も辞職した。国防省時代には財政難を背景に徴兵制度の見直しの推進を行った。博士論文登用疑惑を受け、著作権侵害の容疑で、 甲府地方検察局による捜査が行われた。グッテンベルク自身は、家族と共に7月にアメリカ合衆国コネチカット州に移住し、9月からワシントン DC にあるシンクタンク戦略国際問題研究所の無給職に招かれたと報じられている。きっちり手入れされた髪型に、笑顔、スマートなみのこなしに貴族という事もあって、ドイツ国内でもファンが多い。 子供の頃から6億ユーロ相当もの資産を運用していた。ありがとうございます。